ですか？可愛いですか？フォローしました、ありがとうございます。フォローありがとうございます。尾上瑞希です。はあ、汗汗です。あ、なんかちゃんと切れてんのかな、よだれかけちゃうし。マイクいらないや、とりあえず今日。いる？マイク、あ、いるか、一応いとくか、一応いとくか。なんか飾り付けをしたかったんだけどさ、優先順位を間違えました。先にネイルをしようと思ってネイルをしたんだけど、ネイルをしたらめっちゃ時間がなくなっちゃってで、せっかくの飾り付けができなくなったけど、まあ明日の配信までにってことですね。え、私さっきの配信で、あれ、え、何も話してない？じゃーん、なんかこれも、なんかこれね、ファンの方がプレゼント届いてくれたんです。届けてくれたんです。ありがとうございます。もう素敵すぎる誕生日プレゼントがもう本当にたくさんで、一番嬉しかった、全部嬉しかったんだけど、一番嬉しかったのは、え、一文字足りない？え、そう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 、 A がなくて、A がなかったのでこれ100均ダイソーかな、ダイソーさん、ちょっと A どこにあるんですか、私 A なくてさ、なんかずっと探し回ってたんだけど、え、絶対私こっから取り出してないけん、ここの中にあるはずやと思って、なかったんで、もう適当にパーティーの帽子を A に見立てましたねえ、本当に本当に嬉しくて、プレゼントたくさんいただいて、その中でね、今日これをくれた方がね、たくさん詰め合わせみたいな感じでくれたんやけど、あ、まあ後ででいっか後ででいっか、いい、後ででいい、そんな話してる場合じゃないって感じですか、まさか。星ありがとうございますね。お洋服もめっちゃ可愛くて、お洋服もいただいたけど、もう本当にマジで本当に可愛すぎて、一人でファッションショーしました。めっちゃ可愛かった、もう本当に本当に嬉しかったです。マジで嬉しくて、もうお洋服大好きだから、私もうお洋服が超可愛くて、テンション上げ上げ、おぎおぎでした。テンション上げ上げで、好きなところ集みたいな、あの100個みたいなやつがめっちゃ嬉しくて、私お一人でニヤニヤしながら、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいと思いながら、開けた瞬間からも嬉しかったもん。え、マジか、これ100個あると思って、途中で書きませんでしたピエンっていうパターンじゃないかとか思ったんだけど、本当に嬉しくてなんか私ってこんな素敵なとかあったのかなみたいな調子乗っちゃいますよ、あんな褒められると。なんで今日も元気よく配信ができそうです本当にありがとうございます。ってことで本日は、あ、ちょっと書かないとね、年書いちゃダメなのか、どうだい。で、本当はなんか風船とかも いろいろあるんですけど、なんかさ、両面テープがくっつかなくてさ、明日にはもうちょっと可愛くしときます明日にはもうちょっと可愛くして、嬉しい、みやこぶるさん、ありがとうありがとう、みやこぶるさん、フライングフライングや、フライングしてますけど、ありがとうございます、みやこぶるさん、ありがとう。
何歳か知ってますか？尾上さんが何歳か。ちょっと今はイベントやってて、イベント中なのでなんか年齢はね言えないんですよ。もう最悪です。お誕生日に年齢を言えないっていう謎のルールがありまして。ありがとう宮古ブルーさん、ありがとうです。ちょっと光が薄いな。薄い？そうでもないか。ありがとう宮古ブルーさん、ありがとうございます。嬉しいよ。大輔さんもたくさん、お星様ありがとうございます。あれ、クラッカー準備したけどなんか近所迷惑にならんかなっていう不安があります、ね、めっちゃ嬉しいんだけど、タワーいただいて。どうしよう、配信始まってすぐ、まだ誕生日じゃないのにいただいちゃった、どうしようか。超嬉しい超嬉しいです。鼻の下お声、そうでもない。お休みだって、フライグレー投げ逃げします。お休みだって、ありがとう宮古ブルさん。お休み、おやすみなさいませ。100ルかききれん。うわ、宮古ブルさん星もたくさんやん、ありがとうございます。うわありがとう、嬉しい、マジで嬉しい。レイさんもありがとう、アキラさんもありがとうございます。たくさん、クマちゃんプレゼント届いたよ、嬉しいよ。お、七味ちゃん今回応援してる、あーあつしさんや。え、お久しぶりかな、そうでもない。うん、でも初見ってついてないけ、来てくれてたの。いた、あーこんばんは、七味ちゃんです。夏すぎやろ七味ちゃん時代。ありがとうございます。12時から来て、え、ちょっと待って、そういえば私どうやってカウントダウンしようとしてるの、時計ないのに。え、9分前だって。そう、年齢言っちゃダメみたいよ。なんちゅうルールなんですかそれは、本当に。じゃあちょっと一瞬待ってて、ね、年齢を取ってくる。年齢じゃない、時計を取ってきます。時計がないとさすがに私もカウントダウン、ちょっと痛い、ちょっとこんなん見えてんの、スカートまで。よかった、ちゃんと履いてて。痛い、よいしょ。時計がないとね、時計がないと私だってさ分かんないよ。セロハンテープがめちゃくちゃ、ここにさ、もうお洋服がさ、何のお洋服を着るかも迷っちゃって、お洋服がいっぱいになりました。はい、時計持ってきました、かわいいです。かわいいですと、あ、待って、時間ない。こんな忙しくなるとは思ってもなかった。え、やばい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 。で、私も年取るんですね今年も。はい、頑張ります。頑張りますとは、今年もお誕生日を皆様のおかげで、おかげさまで迎えることができました。あ、まだ迎えてません。はい、ちょっとね調子乗ってこういうのもね、なんか今日100均に行ったんで買ってきてみました。あら、かわいい。自分で言っちゃう、かわいいんじゃん。かわいいけど頭でっかちに見えるじゃん。ここら辺につけます、前髪がね命なんで、前髪はあんまり崩したくないですからね。はい、誕生日です。ウフフじゃないのよ、なんかちょっと可愛くないな。とりあえずこれを乗せてみようかしら。で、ここにある時計も、え、ほこりかぶってんな。ほこりかぶってんな。てかこの時超久しぶりに触ったんですけど、そりゃホコリもかぶりますわ。ずっとテレビの前にいます、このホコリ。あ、ホコリちゃうわ、時本当に忙しいんですよ。あ、光ってる光ってる。56分です、バッチリです。
星抜け管理ありがとう、ひねたまごがさ、楽しみー、嬉しい、動画大好きこれずれてるんですよ。そうなんですよ、これなんか電波時計っていう名前なんですけど、全然電波時計じゃない、全然ずれてんだよね、なんでだろう。明日食事会あるけど最後らへん見れますよ、見て、見に来て見に来て、皆さんも明日ぜひ見に来てほしいです。これ何、これもね、いただいたやつなんやけど、あ、そういう感じ、こういう感じですか、あ、こういう感じですか、あ、こういう感じですか、あ、これいいね、前髪崩れんけ、あ、これいいわ、前髪崩れんけ前髪が崩れない方を、せっかく買ってきた、分かってきたけど、あー嬉しい、ありがとう、こんばんは、あー、フォローもありがとうございます。あと3分だって、あ、皆さん20、あ、去年は、去年ってか、あの23歳はありがとうございました、本当に楽しい1年でした、皆様のおかげで。ですね、あの23歳は、あのあれですね、いろんなお仕事もしたし、初のオフ会もさせていただきました、去年は。でみんなの前で久しぶり歌ったり踊ったりしたんですけど、本当に楽しかったです楽しかったです。で去年もとか、あの1年間ね、あの楽しく配信ができて、去年もこうやってここで、ちょうどここかな、ここで去年もお祝いして、今年もここでお祝いできると思うと幸せ者です幸せですね、本当に。こうやって配信で毎年毎年おめでとうってわーとか言って、一人で飾り付けして自分のためにで一人で盛り上がってますけど、はい、毎年楽しいです、皆さんのおかげで。これクラッカーここにあるんだよね、鳴らします、いいんですか、もうすいません、近所迷惑、ごめんなさい、近所迷惑だったら感謝ですって、ありがとうございます。なん見えないんだって、やば、あと1分も切りました、はあ若き大水木、楽しかったよ去年は。ですね、そうですね、あのいろいろ、あの仕事もしたし、あプライベートではちょっとあの入院とかもしたんですけど、楽しかったです、1年間楽しかったです、はい。あ、やばい、もうこれこっちに合わせていい、もう分かんないじゃん、これが どうずれとるとかねえやだ、お誕生日来るとか、誕生日が来るってことは最終日も来るってこと、あ最終日が来るってこと、やばいですねやばいですよ、こっちを時計でいいですか、あやばい、5、4、3、2、1、いったハッピーバースデー私あー誕生日だー、わーハッピーバースデーあれ毎年こんなだっけ、くさくさすぎあー20歳になりました、20歳です、わーありがとうございます、おめでとう、ありがとう、美味しいもったくさんありがとうございます、臭い、めちゃ臭いんだけどめちゃ臭なんですけど、ありがとうございます、12時超えた、24歳になりました、ありがとうございます。めっちゃ硬かったんだけど、クラッカーありがとうございます、皆さん、あきらさんもありがとう、デスケさんも、西くんもありがとうございます、はあ、嬉しい、おめでとうさん、ありがとうございます、ハッピーバースデー大好きさん、ありがとう、ちょっとフライング、ちょっとフライングしたよねきっと、ありがとうございます、嬉しいよ、早かった、ありがとう、たくさんありがとうございます、ありがとうございます、やば、今日5月22日ですか、マジか、それは嬉しいような
やっぱね、年重ねていくとちょっとずつ嫌になる気持ちも分からないこともないですね。ちょっとこの浮かれてるお水着、あ、ちょっと浮かれすぎ、浮かれますよ、そんな毎年誕生日は浮かれてます。よいしょよいしょ、こんなんでいいか。これせっかく帽子までくっつけて、はい、チーズ2、あ、あぶねはい、あ、またインスタとか写真載せますからね、後で。ありがとうございます、無事お誕生日を迎えちゃいました、年取りました、ハッピーバーありがとう、くまくん、ゆゆさんも、フラ、白いフライさんもありがとう、山さんもありがとう、坂田さんも、白地さんもありがとうございます。え、時差があるの、ありがとうございます。よし、歌うか、歌っちゃうか、ハッピーバースデー、いっぱい入る、あ、そうでしたちょっと早かったですか、早かったですか、ハッピーバースデー、おーみちゃん、浮かれてくださいってありがとうございます、浮かれさせてください。42はえぐい、え、逆ですかこうですか、こうですか、あ、こうですかプチフリさんありがとう、誕生日浮かれる人、やめそうで浮かれちゃうよ、おめでとう、ありがとう、おめでとうすぎるよ、ありがとうございます、星もたくさん、皆さんありがとうございます、頑張ってください、 ありがとうございます飛んできましたね、帽子も、これ なんか可愛い剣つけとこう、は、髪ボサボサやないか、あ、嬉しいです、ありがとう、白じいさんも、皆さんありがとうございます、本日バースデーガール、尾上みずきです。あ、ねえ、なんかハッピーニューイヤーとかだったらさ、わかるじゃんね、けどさ、自分の誕生日って毎年なんて言ってたっけ、おめでとうとか言うの自分で難しかった、今おめでとうって言うの変じゃない、自分で。応援してる、ありがとうございます、皆さんありがとうございます、岡崎さんもありがとうございます、20歳です、ウェーイ、ありがとうございます、年取りました、尾上さん、はあ、誕生日迎えたと大人になっちまったな、え、うっそーあははははは、じゃないよね、いや、マジで嘘やろ、そんな変わってないし、毎年一緒やんか、去年どんなやって喜んでた、私もう覚えてないな、でも去年毎年どんなやってたっけ、よいしょ、20、そうです、20なんとか歳です、老けました、老けましたか、聞いてないか、誕生日おめでとう、ちょっと髪がボサボサなんですけど、髪ボサボサなんですけど、本当にもう、本当にもうですよ、まあまあまあ、ちょっと落ち着いてください、尾上さん、はい、落ち着きます。えみさまさん、ありがとう、ケーキありがとう、えみさまさん、素敵な女性になりましたね、え、ほんとですか、嬉しい、毎年もう こうやってファンの皆様にお祝いしてもらうのも、もう今年で19、20歳が最初だけん、多分じゃ4回目か、もっと祝ってもらってる気もするけど、まだ4回目なのか、あ、5回目か、ありがとうございます、シャネルのおか、あ、そうですよ、これシャネルです、シャネルです、年齢は言えないな、うん、SNS には載せますけど、年齢
ありがとうございます皆様。ブリントさんもありがとう。皆さんありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。主権さんもイエーイ、ありがとう。あ、大好きさんありがとう。パフェタワーありがとうございます。パフェタワーいただきました、ありがとう。大好きさんパフェ、パフェ、パフェタワー、パフェタワーいただきました、ありがとう。大好きさん嬉しい、タワーありがとうです。みずきさんって元アイドルだったんだな。そうですよ。そうですそうです、全部見てる、嬉しい。お腹空いてる時にすいません、本当めっちゃお腹空いてるんですよ。お腹痛いとか言いながら実はお腹空いてるんです、めちゃくちゃ。おめでとう、ありがとうございます。コングラチュレーション、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお歌でも歌いますか。なんか何の歌歌うの、自分で自分の誕生日に。難しいな、何の歌がいいんだ、え、自分の誕生日に。よいしょ、誕生日に何歌うのが正解なんやろうね。しかも人の誕生日祝うとかじゃないけんね、自分の誕生日ですか。ちょっと誕生日、ねえ、何これ、誕生日の曲ないじゃん。ハッピーバースデーさんっていう方がいらっしゃるのね。そんなの知らんかった。あ、当たった当たった、あれなんか壊れてる、あれれれ、マイクがおかしいぞ、ちょっと待ってね、よいしょ、マイクがつかない。ここに来てマイクの不調が発生しました。なんで。なんでやねん、なんでやねん、マイクがつかない、ほにゃ、時間がないんだ、マイクそんな不調になってる場合じゃない、君は、君はそういうんな、そんな不調になってる場合じゃないぞ。みずきの誕生日会だぞ、元気出してや。おいおい、え、なんで。なんで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 やねんねんねん、なんでやねん、もういい。もういいです、もういいです、このこのイヤホンは使えませんので。あれ、どこやったっけ、昨日使ってたイヤホン、さっき持ってたんだけどな。もう歌えないじゃん、もうこんなやだね、緊張してるから。え、ちょっと待って、マイクがまさかのまた壊れちゃった。誕生日おめでとう、ありがとうございます。ちょっとどうする、ないんだけど。ちょっとイヤホン持ってこようかな。じゃあ、あっちにあった。ジャミカンさんありがとう。寝ていい。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。誕生日ありがとうございます。この上です。20歳です。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってくれよ。なんでなんでなんでマイクが壊れちゃったんだい。あいててて、スカートがさ結構短いのよね、気をつけて歩かないと。
ここにさ、このビニールのさ、貸すのもいっぱいで忙しいですよ。この上さんはとっても。いい、なんかイヤホン壊れちゃった。壊れちゃ、イヤホンじゃない、マイク壊れちゃったよ。あ、フォローもたくさんありがとうございます。皆さん、本日は、まさかの、まさかの、え、あー嬉しい、にーありがとうございます。皆さんにーです嬉しい嬉しい誕生日、嬉しい嬉しい誕生日、嬉しい嬉しい誕生日です。やったー、嬉しいにーだ。この調子でもう私の誕生日、22歳の誕生日は最高の一日になりますように、なりますようにという願いを込めて、もう早くね終わりたいですね、このオーディションは。あれ、ちょっと待って、本当にごめんなさい。それだけは勘弁勘弁。ちょっと何だったの今の。ちょっと待って、もうなんかさ、変な音するなと思って、カチ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 って言うからさ、あ、クリック、あ、そう、え、ちょっと気づかなかった、何の音かと思った、もうびっくりしたじゃん。はい、はい、午前0時を過ぎたら。何やってんだろう自分で、なんか自分でやってると本当になんか面白くなってきちゃったよ。ありがとうございます。にやがさまさん、ありがとうございます。わー、ありがとう。あれ、え、みさまさんもありがとう。みさま、ありがとう、おめでとう。ありがとう、たるさん、ありがとうございます。あれべべべ、ありがとうございます。声ちっちゃくなった、嬉しい、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。さっきからちょっとこの距離感がつかめなくてさ、帽子をめちゃくちゃ、もうちょっと上にあった気がする。はあ、ありがとうございます。皆さん、20歳です。イヤホンつけてると声ちっちゃいみたいだから取っとくわ。残り15分だって、早さー、早いなー。ありがとうございます。もう今年の抱負を述べますね、述べますよ。尾上さんが今から
今年の抱負はですね、もう今年の抱負ですか、1年の抱負か、もう1年のことは考えられないぐらい今日1日がドキドキで今日1日、今日がこの今まで長くやってきましたけど、何日かで5月からかで2週間3週間ぐらいかな、やってきたこの大型オーディション配信審査が本日で最終日です。もうそれのことしか本当にこの1週間ぐらい考えてない考えてなくて、でもなんか1年20歳の抱負も、もう今日を乗り越えないとなんか考えられないぐらい、考えられないぐらいとりあえず今日にかけてるし、今日を乗り越えないとねって感じぐらい、ちょっとね一日、まだせっかくのお誕生日ですけど不安もちょっとプレッシャーもいろいろありますねまあでも健康に生きていけたらいいかな、24歳、もう言っちゃったはい、健康でいられたら、あとは皆さんとお会いできる機会があったらいいなと思います、去年みたいにですかね。わあ、初見さんたくさんありがとうございます、誕生日です、バースデーガールです、よろしくお願いします、お誕生日おめでとう、ありがとうございます、健康第一です、嬉しい、お誕生日、すごいいっぱいありがとうございます、お誕生日おめでとう、ありがとう、20歳のみずきめっちゃ可愛い、え、ありがとう、大人になりました、一個老けましたけど、そう、今日がイベント最終日で、初見さん、証券で来てくださった皆さん、本日イベント最終日です、夜の21時59分までがイベントの時間です、もう本当に1位で絶対に終わりたいと思ってます、誕生日だからちょっと応援してみるかぐらいの気持ちの方もちょっといてくれたら嬉しいなお誕生日っていう力を使ってちょっとでも今回のイベント最終日応援してくださる方が増えるといいなって思ってます、皆さんどうぞよろしくお願いします、最高、ありがとう愛しさん、最高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 、ありがとう、ウィンド様ありがとう、星星最高ですね、最高ですわ、24歳、かあっという間に、なんかこの間まで12歳だったのに気づいたら倍になってた、年女です私、今年年女なんですよ、年女なので、もうちょっとね、で今年活動5年目なんで、もうちょっと気合い入れて頑張りたいなっていうところではありますね、遊び来てよ、ありがとうございます、誕生日迎えました、髪がボサボサだ、見るけ元気で咲いてくれたらきっと楽しい一日できる、そうですね、ほんと健康第一で健康には気をつけて生きていきたいと思います、イエーイイエーイ、スクショタイムです、今、はいチーズカシャ、はいチーズカシャ、はいチーズカシャ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 、こうですか？こうか。おめでとう、ありがとう、皆さんありがとうございます。嬉しい、本当に。よっしゃ、この調子で皆さん勝ちますよ。今年、今日は今日の最終日は絶対に皆さんの力を合わせて、私もみんなも全力で今日一日を走り抜けましょう。ちょっとね、もう
不安しかないっていうぐらい不安ばっかなんですけど、もうなんか誕生日なんで浮かれて行くよーっていう気持ちで行きたいと思います。頑張るぞー。おー、ありがとうございます。皆さん精度似てる感じ、力合わせて一等勝負する。そうなんですよね、本当にもうちょっと厚かましく言わせてもらってもいいでしょうかいいでしょうか、皆さん厚かましく失礼します失礼します。皆さん本日誕生日を迎えました尾上瑞希ですが、今年のお誕生日プレゼントに一応くださいお願いします。今日の誕生日に免じてお誕生日に素敵な、あれ止まってる？止まってないか。お誕生日プレゼントをいただけたらとっても泣いて喜びます大輔さんありがとう。星様すごい、初見さんいっぱい来てくださる。尾上瑞希です、よろしくお願いします。お誕生日迎えました、一歳老けました。尾上瑞希です、よろしくお願いします。おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。ヒーロー様ありがとう。いやー、もうあっという間に、なんかずっと前から22日が来るのをすごい楽しみにしてて、ドキドキしてたんだけど、やっと来たかっていう気持ちですね。やっと来たかって。お誕生日おめでとう、ありがとう。多分普段そういうこと言うのみたいなことをしっかり言って、初めて言いました私こういうこと。多分なんかこうやって堂々と1位をくださいなんて。おいくつにレベル上げたんやで、え、ありがとうございます、ありがとう、レベルアップありがとうございます。もう本当にお水着美味しいっていうファンネームあるんですけど、お水着 FC がもう183人かな。でもびっくりだよ、嬉しいです。今年はそうです、ショールームに戻ってきたんですね。もともと3年ぐらい前にやってて、ショールームこっちに戻ってきて、また久しぶりにお会いした皆さんにも お祝いいただけて嬉しい。あと1分ぐらい、え、やば。じゃあランキング読みますよ、急いで読みますよ。第13位まことちさんありがとうございます。第12位ちゃみかんさんありがとうございます。第11位しろじさんありがとうございます。第10位ほんべさんありがとうございます。第9位さくっとさんありがとうございます。第8位にわかさぽさんありがとうございます。第7位にしくんありがとうございます。第6位あきらさんありがとうございます。第5位えびさまさんありがとうございます。第4位としさんありがとうございます。第3位みやこぶるさんありがとうございます。第2位ブリントさんありがとうございます。第1位大輔さんありがとうございます。え、そんな時間、え、マジかマジか。じゃあね皆さんありがとうございました。じゃあまた夜お会いしましょう。バイバーイ。